やばいぞ、アクシデント発生や。これがリアカメラの映像端子やね。この配線や、この配線、あとは、スピードセンサー、サイドブレーキ、それからバックのセンサー、それしかないね。それしかないね。でどないなったの？映像は映んねん。違うわ、映れへんねん。どういうことやん。違うジムニー、皆さんこんにちは、福本自動車です。前回はどこまでやったかな。ドライブレコーダーつけてたっけな。さて、続きを取り付けていきましょう。これ何？知ってる人教えて。バックカメラの配線をここへ通していくんですけども、このゴムの中をね、配線通したいんですけども、こっちから向こうに通すのがどうやら難儀なんで、こっちから向こうから通したいね。そしてこのソケットが邪魔なんで、福本ソケットを今外してしまいました。すごいね、すごい。これを失ったらえらいことよ。ワイパーのスプリングね、これワイパーのスプリングを先に通して、これシリコンスプレー、よし、通していくぞ。お、通りました。やるね。はい、そしてこの配線をこの横をずっと通したいんですけども、今見たらね、もうすでに何か配線が通っている。このソケット、そしてこれハイマウントの配線やね。これを利用できないかね。よし、やってみます。バッチリ。で、ハイマウントの配線戻すとかなあかんよね。これ今通したカメラの配線ね、もう一本通しときましたんで、これで今度下まで戻しときます。よし、ちょっと休憩しようか。うわ、何やこれ、これちょっとやばいな。これはこの配線の量はちょっとやばいな。どうしようかな。はい、というわけで配線は内張りの中を通りまして、運転席の横をずっと通ってですね、これ純正の車両配線に合わせようと思ったんですけども、車両の配線はどういうわけか助手席にずっと回っておりまして、だからこの辺からずっと前に行っております。ここにねフューエルリットオープナーがあるんですけども、ここちょっと気になってね、この下にちょうどこの下に穴が開いてるんですよ、配線通す穴が。だからこの下の穴を通っています。ずっとこれが上に来てヒューッと向こうまで行ってます。先ほどの配線はですね、こんなとことかこんなとことか一本一本丁寧に邪魔にならないように処理しております。そしてここに配線が全部出てきてるわけですけども、これ全部押し込めんの大変やね。これまだつけてないけども、ここに並べて使いやすいように設置いたします。はい、アクシデント発生。今ねドライブレコーダーとカーナビのテスト中なんですけども、これをバックに入れるとレアカメラの映像が映るはずなんですけども、映らないです。それからこのボタンを押したりしても映るという設定ができるんですけども、映らないです。真っ暗。はい、これドライブレコーダーのカメラ映像はちゃんと出るんですよね。後ろも前もつながってるんですよ。なんで出ないの。はい、ドライブレコーダーの配線図ね、全部つけたんやけどな。これを映像コードにつないだけどな。ナビゲーションの機種によってはこのコードが別売りの場合があります。どういうことやねん。ついてたけどな。これじゃないんかな。輪着これしかないんでね、間違いようがないと思うんですけどね。あとはねスピードセンサーやろ、車速センサー、それからサイドブレーキのセンサーね、これしかないんですよ。だから間違いないと思うんやけど、これはカーナビの方の接続図ね、これをさっきからじっくり読んでたんですよ。そしたらねドライブレコーダーの接続でカメラ映像入力コードと間違えずに接続してください。どういうことやん。じゃじゃーん、車両 AV インターフェースコード別売り。これやこんな配線なかったもん。これ結局ね、このコードを買えば後部座席モニターとかね、ビデオカメラ接続とかできるんやけども、バックカメラにも接続できて、しかもドライブレコーダーのリアカメラにもアクセスできるというね。両方つけた場合はこんなコードいるわな。そうか、わかりました。このコード買わせていただきます。ドライブレコーダー自体のモニター確認ができんねん、前も後ろもね。でもバック映像信号を見ようとしたらそれが単独で見られへん。ただこれ別に映像配線が来てるっていうのは不思議やな。これいんのかな。